エーデルワイス、本当にこう清らかな曲の代表のような曲で、今回女性のコーラスで歌ったんですけれども、その清らかさが出たかなと思います。この曲を初めて知ったのが小学校の音楽の授業だったんですけれども、その時子供ながらにとっても感動して、もうクラス中シーンと静まり返って、こうじーっと聞き入った記憶があって、なんか今日はその記憶を思い出して、また大人になって映画を見て、その時また新たなちょっと感動、家族愛の感動というものがプラスされて、かつフォレスタの女性のハーモニーがこういいように、何でしょう、こうエーデルワイスらしさというのを出せたかなと思うので、ぜひ皆様知っている曲かと思いますので、一緒に口ずさんで聴いてみてください。